はい、どうもこんにちは、ピアソニーです。今回は第五人格をね、今から始める方や、復帰前の方に向けて何をすべきなのかとか、何のキャラクターを解放すべきなのかについてお話ししていこうと思います。普段ね、もう第五人格、まあ当たり前のようにやってるんですけど、そういえば、まあ復帰前の方とか初心者の方向けに向けた動画ってあんま作ってないなってことで、今回やっていこうと思います。なので今回ね、親しみやすいように iPhone で新しくアカウントを作ってきました。この企画用にワクワクが止まらないのつもりが名前切れてる、これワクワクがトマです。今回よろしくお願いします。はい、ということで、まあ多分初心者の方もこの動画見てると思うんで、まあこのね、チュートリアル終わってこの部屋にやってきましたっていう感じで、まあ、軽く説明しますわ。はい、まあ、大体わかると思うんだけど、ここの日記を読む、ここで基本的に全部あのゲームを行います。で、真ん中のやつが丸戦、一番オーソドックスなモードで、上のやつがランク戦モード、これ一番俺の一押しで、混沌なる紛争、この右下のやつ、これを押すことによって、まあ、ちょっと変わったモード、サバイバー8人、ハンター2人とかね、3対3に分かれてドッジボールしたりとか、6人レースしたりとか、いろんな面白モードがあります。で、この一番下のやつ、シナリオを作る、ここがね結構おすすめで、ちょっと後で話すんだけど、まあいろんなモード、全部のモードを、フレンドとかと、知らない人とかとね、募集して遊んだりすることができます。でここちょっと、ね、すごいいいモードがあるんで後で、紹介します。で最初にやってほしいのは、あの何にもこのゲームわかんないよって方には、この初心者指南、一番右上のやつ、これが結構ね、このゲームのチュートリアル分かりやすくて、あのサバイバーハンター、これ昔もっと分かりづらかったんだけど、なんかめっちゃ分かりやすくなってんな。まああの基本的にこれを全部やれば、あの大体分かります。うん、あこういう仕組みなんだって分かるんで、まあ、本当にこのゲーム分かんないって方は、あのこれサバイバーハンターそれぞれあるんで、やるのがおすすめです。でしかもこれ全部やったらめっちゃ報酬もらえるし、何これ一番最後のやつ、キャラ6体この中から任意で獲得できますって、じゃあこれやった方がいいわ。ここやるとね、あのキャラクターもらえるんでおすすめです。でここからがね、今回の動画のメインなんだけど、何のキャラクターをまず解放するべきなのか、まあ、これに関しては初心者の方もそうだし、復帰勢の方もそうだし、もしかしたらね普通に第五人格やってる方にも参考になるかなと思うんですけど、まあ、こんだけね、あのキャラクターいるわけですよ。もうサバイバーだけでね、あの解放されてないキャラクターはめちゃめちゃいて、でハンター もうめちゃくちゃいるわけよ。もうこんだけで、こんなにいたらもうどれ使えばいいかわからないとね、なってしまうんですけど、まあざっくり正解を言ってしまえば、あの自分が好きなやつを解放するのが一番いい、これ。うん、もうこれが結論です。うん、で特にこの条件が当てはまるのってハンターの方が、まあ、特にそうで、あの多分このゲーム始めたばっかの時は絶対ハンターめっちゃ勝ちやすいんですよね。やっぱどっちも初心者同士の戦いってなった時に、そのチェイスルートとか、その逃げるルートがね、あの確立されていない段階だったら、やっぱ足がねハンターの方が速いんで、まあ、結構ハンター有利に戦うことができます。なので結構その自分の好みとか見た目で選んでいくのがいいと思います。でその時に絶対やってほしいのが、実は裏技、さっきちょっと話しかけたことがあって、この持ってないキャラクター全員あの遊ぶことができます。実際にあのゲーム中で触れますっていうのが、まあ、例えばですけど、まあ、この、まあ、ちょっとサバイバーの中で人気が目立っているこのロリキャラクター、これが気になるとなった時に、ここの画面開いてお試しっていうやつあるんだよね。ここを押すとシングルトレーニングモードっていう、自分が持ってないキャラクターも全部遊べるモードがあります。これを絶対やってください。はい、サーバーがビジー状態で、そんなことあるの？まあこれあのこっからでもいけるんだけど、実際これね、このシナリオを作る、さっき言ったカスタムの一番ここの右シングルトレーニング、ここで遊ぶことができます。ここで絶対にね、持てないキャラクターも一度触ってから、購入することをおすすめします。っていうのがね、やっぱりキャラクター解放するにもね、それなりにそのコストがかかるんで、あの失敗しないためにもね、あじゃあ見た目このキャラクターがいいってなったら、まあ、実際にここで遊んでみて、まあ、選んであの遊ぶといいと思います。しかもこのモード何がいいってね、あのスキル使いたい放題それめちゃくちゃ良くない？だからそのスキルのさ、あの練習にもなるし、まあ俺も結構やってて、実際にランク戦行く前に絶対10分ぐらいは、10分5分ぐらいはここで遊んだ方が、まあ精度もね上がるし、本当に初心者から上級者まで使えるモードだなと思います。まあ、こんな感じで全然俺少女とか持ってないけど使うことができます。まあ、こんな感じでね、遊べると、うわこういうスキルだなって分かってから遊べるんで、まあすごく良い。まあ、こんな感じでいろんな移動ができたりとかねしますよ。でこれもちろんね、あのサバイバーだけじゃなくてハンターも遊ぶことができます。でここまでね、自分の好きなキャラクターとかの見つけ方は、まあ、大体分かったかなと思うんですけど、まあ、こっからですね、まあ、やっぱこのゲーム対戦ゲームなんで、まあ、できればね勝ちやすい方がいいと思うんで、まあ初心者の方でも扱いやすいキャラクターとかをお勧めしていこうと思います。でハンターに限ってはね、本当に自分の見た目とかスキルでね、あの気に入ったキャラクター解放しちゃって大丈夫です。もうどんなキャラクターでも上手くなればね、あのランキング上位まで目指せる性能してるんで大丈夫です。まあ、そんな中でも特に勝ちやすいキャラクターとか、まあ、旬なキャラクター知りたい方はあのランキング動画作成しておりますので、そちらからご覧ください。でまず最初から使えるキャラクターは、この色がついているキャラクターの医師、弁護士、泥棒、庭師、幸運児なんだけど、このなんか時計みたいなマークがついているのは、まあ、今、今日はこのキャラクターが無料で使えますよって感じなんだけど、まあ、この無料で使える5キャラクターの中だったらおすすめは、泥棒と弁護士と医師ですね。初期キャラクターのくせにこの庭師とあの幸運児に関してはめちゃめちゃテクニカルなあのプレイが要求されるんで、最初から使うにはちょっと難しいかなと、思います。でその中で、まあ、泥棒に関しては、チェイスと、まあ、味方のサポートだったりとか、その粘着と言われるね、ハンターをスタンさせて、味方のチェイスを伸ばすようなことが
ができます。で、一番おすすめなのはやっぱ弁護士ですね。まあ、このキャラクターは最初から使えるだけあって、本当にね、アイテムがね、相手のハンターの居場所とその近くのね暗号機だったりとか、その味方の位置っていうのが分かるんで、そのシンプルに暗号機がどこにあるかっていうのが分かりやすいんで、解読が早い。でしかもこのキャラクターは解読すればするほど自分のね解読スピードが上がっていくっていうのがあるんで、シンプルに4人で生存して、ゲートを通電させることがやりやすいです。でこのゲームサバイバーの種類を大体3種類に分けることができて、解読色とチェイス色と救助色、この3つに分けることができます。で基本的に解読色は解読のスピードが速い代わりに自分自身の能力が少し低めになってて、で、チェイス色っていうのはチェイスしたりとか、救助行ったりとかも本当に全体的にバランスのいい、バランス型っていう性能になってます。で救助色は解読が大体遅い代わりにその自分自身の能力っていうのがすごく高くなってます。だからその3種類のキャラクターをうまくね組み合わせないと全員救助色とかになっちゃうと本当にね解読一生終わんないよってなっちゃうんで、まあ、それはね避ける形にした方がいいかなと思います。まあ、かといってねその全員が解読色になっちゃうと、おいおい誰が救助行くんだよってなっちゃうんで、まあ、そこら辺がちょっとバランス取るのは難しいかなと思います。じゃあまず無難にね、バランス型であるチェイス色からおすすめしていくと、まあ、まずこのキャラクターかな。はい、心理学者。もうこのキャラクターね本当にね操作が簡単で、最大の特徴は自分自身の体力が他のキャラクターに比べて 1.5 倍ありますそれすごくない？もう単純に考えればだってチェイス時間1.5 倍ってことだからね、これ文字にするとすげえ強く感じるでしょ実際に、まあそういうわけではないんだけど、他にもね味方に遠隔で自分の体力を分け与えることによって、その治療の手間とか、短くすることもできるし、サポートもできるし、チェイスもできる。本当に、扱いやすいキャラクターで、しかもそのスキルもね、全然特に難しい操作ないんで、まあ簡単にね初見から使いやすいキャラクターかなと思います。さあ次のおすすめチェイスキャラクターはこちらですね、極限師。このキャラクターも本当に操作が比較的簡単で、まあそれでいてなおかつ、チェイスが本当に強い救助も行きちゃうね、万能な、キャラクターです。まあ、本当にこのキャラクターはもうその爆弾を落としながら特大ジャンプすることができるんだけど、まあ、その爆弾の効果はまあとにかく強くて3種類使い分けることができるんだけど、まあ、ハンターのスキルを封印するものだったり、ハンターの移動スピードを遅くするものだったり、ハンターの、窓乗り越えとか板割りのスピードを遅くするものを使い分けることができるんだけど、それが最大6個使えるんで、まあめちゃめちゃ強いわまあ本当にねプロもめっちゃ使ってるキャラクターですね。めちゃめちゃ強い。でこの極限師のね一番のおすすめポイントっていうのがキーパスを持っていきやすいことですね。人格の一番下のやつ、これによって、まあ、味方をロケットチェアから救助した後に、ね、20秒間殴られたとしても、ダウンしないことによってその、ね、20秒分の解読の時間を稼ぐっていう人格なんだけども、これがね本当に、まあ、基本的にこれを採用すると、チェイス特化した人格が取れなくなっちゃうんで、まあ、チェイスは弱くなっちゃうって話になるんだけど、まあ、その極限者はね、これを取った としても、全然強い性能を持ってるんで本当に相性がいいキャラクターかなと思います。さあ続いて次のおすすめチェイスキャラクターこちらですね、踊り子。まあ、このキャラクターは最初に言ったやっぱハンターの方が足が速くて、まあ、すぐねダウンしちゃうっていうその現象を、全てね解決してくれるキャラクターで、ハンターの全ての行動、足のスピードとかも遅くするオルゴール、もしくは自分のねサバイバーたちの全ての行動を速くするオルゴール、その2つを使い分けることができます。これによって自分のね解読のスピードも上げることができるし、何よりね、サバイバー全員にねそれ効果って適用されるんで、まあ、自分がねマップの中央とかにいたらそれを、目標にして他のサバイバーがやってきてくれて、それをねうまく使ってその味方のチェイスの補助もできるし、まあ、自分がチェイスすることもできるしね、まあ、本当に下手したらねハンターの方が足が遅いという状況も作れるんで、まあ、本当にねこのキャラクターは強いですね。さあ続いてここからチェイスキャラクターでスタン効果の持ったキャラクターを何種類か紹介します。まあ、スタンっていうのは本当にね味方がもうこれで脱落しちゃうよって時にワンチャンで味方を救うことができる、風船持ち上げられてる最中にスタンさせて味方を逃がしてあげるとか、まあ、そういったことができるキャラクターを紹介します。でやっぱ一番やりやすいなと思ったのはこちらですね、呪術師。まあ、このキャラクターは本当にハンターの近くにいるだけでそのスキルが溜まっていって、まあ、呪いが1溜まったらその呪いボタンポチって押したらハンターが大体1秒弱ぐらいスタンします。まあ、それによってその板をぐるぐる回っていく回数を増やしたりとか、まあ、チェイスをね、伸ばしていったりもできるし、3スタン溜まってしまえば、一気にね3個分使うことによって、まあ、空軍の10ぐらい本当に3秒4秒ぐらいのスタン、4秒ちょい5秒弱ぐらいあるかなっていうぐらいの、まあ、特大スタンを打つこともできます。で他のスタンキャラクターで言うんだったら、まあ、一番ねサバイバーの中で人気のあるキャラクター、この炭鉱者、まあ、これめっちゃ人気なんだけど、まあ、最初の初心者にちょっとおすすめするのはここかなということで今回外してます。まあ、このキャラクターはめっちゃ強いんだけど、強いのはもうこのキャラクターの性能をもう最大限引き伸ばして上手く強くなるんで、まあ、ちょっと中途半端にねやってしまうとめちゃめちゃ弱くなってしまうんで、まあ、最初ではなくて、まあ、ちょっとこのゲームに慣れてからが、おすすめかなと思います。で他のねスタン能力持ちチェイスキャラクターで言うんだったら、まあおすすめできるのは最近出たこちらですね、黒闘者。まあこのキャラクターは、まあ今日紹介した中だったらちょっと一番スキルが使うのが難しいキャラクターかなとは思うんだけど、まあでも、まあ、炭鉱ほども難しくないし、比較的ゲームに慣れてくれば、まあ、全然使いやすい部類かなと思いますし、まあ何より能力がめちゃめちゃ強い本当に、まあカメラワークしっかり分かって後ろ向いたチェイスとかできる人になれば、本当に全然使ってくれるレベルかなと思います。
さあ続いておすすめカエルキャラクター紹介していきます。もうここはサクッといきますね。まあ、さっき紹介した弁護士はすごくおすすめで、他のキャラクターで言うんだったら、まあ今カエルキャラクターの中で一番チェイス強いのはやっぱ作曲家はちょっと頭一つ抜けて強いですね。で基本的にね、この怪力色っていうのは今の環境正直おすすめしないですね。うん、まあ本当はこの機械技師というキャラクターがすごく強いんですけど、始めたてにあたってこのキャラクターは全くと言っていいほどおすすめしないですね。っていうのはこのキャラクター自分のうまさだけじゃなくて、その味方のねうまさに依存しちゃってっていうのはね、味方が負傷すればするほど自分の怪力のスピードって遅くなっちゃうから、まあ、最初の方っていうのはどうしてもね、ダメージを負っていくスピードって速いから、まあ、味方がある程度強くなってから使っていくのが、まあ、機械技師は強いかなと思います。なので最初はおすすめしません。でなんでね、怪力キャラクターそのおすすめしないかって言ったら、やっぱ自分が終えた時のリスクが、でかいっていう部分があるかな。まあ、その大体怪力が速いキャラクターっていうのはその自分自身のチェイス性能っていうのは少し低めに、設定されてます。まあ、それによって、まあ、事故が起こりやすいっていう点と、まあ、あとそのさっき紹介したね、チェイスキャラクターたちの怪力スピードで全然間に合うっていうのが、まあ、結構大きい点かなと思います。で、まあ、怪力キャラクター入れるんだったら、まあ、あれかな、その全然そのチェイスキャラクター入れたとしてもすぐダウンしちゃうよっていう人たちだったら、もうそんなもう怪力キャラクターでもチェイスキャラクターでもすぐダウンしちゃうわっていう環境だったら、まあ入れてもいいかもしれない。それだったら囚人とかもすごい回復早くて強いし、まあでも囚人か、まあ今の環境だったら本当に作曲家が俺はおすすめですね。うん、あのチェイスも強いし回復もめちゃめちゃ早いんで、作曲家とか、おすすめかなと思います。さあ最後にパーティーの要となるおすすめ救助キャラクターを紹介していこうと思います。まあ、これは本当に大事で、このキャラクターいないと、まあ、味方がね、どんだけチェイスしてくれたとしても、救助しに行く前の段階で殴られてダウンしたみたいなことを、まあ、これ救助がやってるんだけど、それが起こったら本当に悲惨なので、まあ、それをさせないためにも救助のプロフェッショナルを入れるのが大事となってきますんですけども、まあ、結構やっぱ救助キャラクターって本当に能力強いんですよ。能力強い代わりにデメリットが本当に大きくて、まあ、本当は最強おすすめキャラクター一人しかいないです。もう、このキャラクター傭兵ですね。まあ、このキャラクターと言いたいとこなんですけども、まあ、なんとね、怪力の遅さがね、マイナス 25% ということで、あの怪力めっちゃ遅いです。めっちゃ遅いし、何よりアイテムがね、使うのがめっちゃ難しい。もうアイテム使って、その肘当てっていう最強アイテムなんだけど、まあ、ただ、初心者が使いこなすにはめっちゃ難しい。まあ、ただ、ゆくゆくは使いこなさなきゃ箱から出るアイテムでもあるし、どっかでは使ってくるアイテムになるんだけど、まあ、ただめっちゃ難しいし、その肘当て変に使ったせいで余計に救助できないとかもなっちゃうんで、でしかも怪力も遅いから、味方のチェイスが伸びなかったら、あの怪力回りきらないってなっちゃうんで、傭兵と言いたいとこだけど、まあ、ちょっとおすすめしづらいかなと思ったんで、今回傭兵という気持ちをぐっと抑えて、悩んだ末にですね、こちらのキャラクターです。はい、おすすめ救助キャラクター、はい、極限師です。はい、出た、また極限師で、もうこれかな。うん、なんでかって言ったら、やっぱそのさっき言った通りアイテムが非常に強くておすすめで簡単で使える。でさらに危機一発を持ちやすいことで、しかも危機一発を持っていたとしても、自分のチェイスも追われたとしても安心安全で、しかも回復が早い。まあ、それによってあのデメリットがね少ないし、もう運用がしやすいかな。味方が結構早めに死んじゃったとしても、何やかんやその全部回復を回し切ることは可能かなと思います。でもう一人におすすめの救助キャラクターいるんだけど、それがですね、こちら一等航海士ですね。このキャラクターも傭兵みたいな感じで、まあ、回復が 20% 遅いっていうデバフはあるんですけども、それ以上にねアイテムがすごい簡単。まあ、傭兵みたいな感じで肘当てをちゃんとコントロールしなきゃ難しいっていう場面でもないし、ちゃんとね、相手のハンターに近づいてボタンポチって押すだけで自分の2秒前の原因を見せるみたいな。それによってハンターめっちゃ空振りしてくれるから、まあ、それによって安心安全に救助行くことができます。最悪殴られたとしても、そのキーパス効果がね、救助前に発動してくれるんで、もし万が一2発食らったとしても、まあ、時間次第では大丈夫だったりはします。はい、以上がね、新規勢や復帰勢向けのおすすめのキャラクターたちでございました。で、最後にね、そんなキャラクターたちの購入方法というか、購入アイテムの、入手方法を軽くね、紹介して終わりにしようと思います。まずはこの、ダイスですね。まあ、これが、まあ、いわゆる、まあ、バトルパスみたいなもんかな。これによって、対戦が終わったら、こうやって、なんかダイスが溜まっていくんだけど、これを回すことによって、マスがどんどん進んでいくと。で、進んだマスにあるこのアイテムがどんどん獲得していくことができます。で、こんだけやって、パーッと進んで、こんだけ進むだけでね、結構もらえんな。あ、割ともらえる。だってこれ見て。左のやつもう470、あ、これだけで470貯まりました。これがあと10回やればもう4700だから、4800ぐらいで確か、1キャラクター買えるから、もう本当に最初めちゃ貯まりやすいね。これをちゃんとね、回すことと、であとは、イベントですね。ここのゲームのとこの、奇怪な逸話、これかな。ここでいろんな期間限定イベント、ここでいろいろやってるんで、見てみたりとかするとありますね。こっちじゃなくて、あれかな、画面の戻って、ハスターの記念日って書いてあるとこのやつ、このなんか掲示板みたいな、ここがいいかも。ここのやつで、対戦統計とか、ここでね本日のログインボーナスとかいろいろもらえるんで、こことかをね、しっかり受け取っておくと早めに、
キャラクターゲットできるかなと思います。はい、ということで今回ちょっと珍しい感じの動画撮ってみました。また今後もね、復帰勢や初心者の方向けにね動画も、作っていこうかなと思ってます。他にもいろんな人格とかの紹介も過去動画ではしてるんで、よかったらそちらもチェックよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。